霊帝霊帝 DC 古代ギリシア語発音現代ギリシア語は古代ギリシア語では忘却あるいは陰徳を意味する霊帝は真実を意味するギリシア語つまり非忘却、非陰徳を意味すると関連があるギリシア神話での霊帝は光線の国にいくつかある川の一つである川の水を飲んだものは 完璧な忘却を体験することになる。霊帝はまたなあやす、水の妊婦でもあるが、水の性としてのレテは多分に、レテの名を持つ川と関連づけるよりも、独立した忘却の象徴として扱われる。霊帝は、エリス、ヘイシオドスの、神闘記ではフワの女神の娘であり、アルゴスらの姉妹である。古代ギリシア人の一部は、 魂は天証の前に霊帝の川の水を飲まされるため、前世の記憶をなくすのだと信じていた。プラトンの国家編最終章、エルの物語では、アムレス、不注意の井川の流れるレテの平原にたどり着いた死者の話を語っている。いくつかの神秘主義的宗教では、別の川無念も主念の存在も伝えられている。無念も主念の川の水を飲んだ人々は、 全てを記憶して、全地の領域に達する。入会者は、死後に、霊帝の代わりに無名も種名の水を飲む選択を得ると、教えられていたのである。紀元前4世紀、もしくはさらに古い時代のものと思われる黄金の平板に、これら2本の川の名を含む陰文の名が、発見されているが、これは、南イタリアのセリーや、その他のギリシア世界の至るところで発見される。 霊帝とムネーモシュネーの川は、ボイオーティアのトロフォニウスの聖地にあり、崇拝者は、神の指紋を受ける前に、その水を飲んだのだという。近年では、マルティン・ハイデッカーが、存在の隠蔽や、存在の忘却を、現代哲学の重大な課題とみなし、霊帝・リー、DC を、その象徴とした。その例が、ニーチェの著作やパルメニデスの本に見られる。スペイン・ガリシア州。 オーレンセ兼業聖区にある新デリミア近くの小さな川、リミア川には伝説の霊帝川同様、記憶をなくす力があると古代の著作者の間では言われてきた。紀元前138年、ローマの将軍デキムスユニウスブルートスカライクスが神話に決着をつけようとしたのは、この地域での軍事作戦をリミア川が妨げたためであった。彼はリミア川を横切り、 騎士の向こうから一人ずつ兵士の名を呼んでみせたと伝えられる。兵士は将軍が自分たちの名前を忘れていなかったので驚愕し同様に恐れることなく川を横切った。この行為によってリミア川は地域の伝承で語られるような危険なものではないと証明された。アラスカ州には万円、ま、谷、カトマイ国立公園を流れるレテ川が存在する。 ウォルター・サベジランドールは、時が飛ぶように過ぎる様子を、霊帝の水滴を時が翼につけるという比喩で表現した。新曲では、霊帝の流れは、地表から地球の中心へと流れ、その源流は、煉獄の山頂のエデンの園に位置するとされる。ジョン・キーツの詩、優秀の王土は、冒頭、いやいや忘却、出ての川行ってはならぬ、で始まる。彼の、 ナイチンゲールにアドリキスのレテは語り手を沈めて鈍いしびれを生じさせる。バイロンのドンジュアン第4編第4節、エドガー・アラン・ポーは死、痺人で霊帝のような水面を包含する普遍の谷が眠っている様子を表現した。ボードレール作、悪の花中の死、優秀、初版第61編、再版第77編は次のような行で終わる。 ボードレールはまた、レペと題した死も作っており、その中では、第三にねするも無慈悲な女性が、霊帝側の傍客の比喩として用いられる。フランスロマン派の詩人、ラマルティーヌは、タニマル・バレンの中で次のように、霊帝側に触れている。スウィンバーンのプロセルピナ参加に、という行があり、キリスト教が公式宗教となって古代ローマの、原宗教の伝統と信仰が衰えていくのを、 嘆いている。江戸並例の詩、出てでは、川は次のように表現された。アフリカンアメリカンの詩人フェントン・ジョンソンによる詩、ン紅の女では、若い女性が、飢餓のあまり売春に走る。字は次のような行で結ばれている。シルビアプラスの1962年の詩、あと一息は次のように結ばれている。アレン・ギンズバーグの詩カリフォルニアのスーパーマーケットででも、 冷帝の川に触れている。ビリー・コリンズは、死、忘客で次のように述べている。シャーロット・ターナー・スミスは、ソネット v、ダウンズガーニで冷帝川の忘客を欲する。バイロンの死、何時を忘れずでも冷帝に触れている。ウェルギリウスのジョージ死、アエネースロッカンでアエネアスは、滑らかな液体で、長い忘客の飲み物つまり冷帝川の水を、 ローマの未来の英雄が飲む様子を宣言する。ジェームズ・エル・グラントのホラー小説、レテの岸辺では、失われた記憶という本のテーマを暗示している。ナサニエル・ホーソーの小説、ヒモジの第4章で、ロジャー・クリングワースは、レテもネプチューンも知らないと主張する。ロバート・エイ・ハインラインの小説、愛に時間を、には、ネオレテ、の章を、 参考という強力な鎮静剤が出てくる。とにモリスンの小説、ビラブドでは、主人公の名前セテは、水の力、特に彼女の過去を風化することができるというモチーフに、基づいている。ブラム・ストーカーの吸血鬼ドラキュラにおいて、エイブラハム・バンヘルシング教授がルーシーに、レテの川の水のような匂いがすると言って、彼女の部屋にニンニクを置いて、ドラキュラよけにするようアドバイスする場面がある。 C.S. ルイスは、著書、天国と地獄の離婚でレテに触れ、と書いている。滝の話をしている精霊は、芸術家に天国について説明し、間もなく、彼が自分の作品の所有権をすべて忘れるだろうと語る。マルセル・プルーストの小説、失われた時を求めて、スワンの恋の章で、語り手は、上辺は失われてしまったかのような記憶をたぐりながら、次のように語る。 サーシャ・ソコロフの書状小説、バカたちの学校では、無名の語り手は、ロシアの田園地帯を貫いて流れるレテのような川について何度も言及し、それが重要な意味を持つ。ヘンリー・デイビッド・ソローが書いた、ウォーキング・ウォーキングでは、次のように書かれている。グレアム・グリーンの小説、第10の男第17章で、主人公シャーロットは、 ハッタリアのカロス戦が傷つきやすいマドモアゼル満場を楽しませているのを見かける。スティーブン・キングの小説、ローズマダーでは、ローズは水を飲まないよう警告されて川を横切る羽目になる。物語の後半では、川の水が飲み物に数滴混ぜられ、ビルの記憶から本の結末の後半部分に関する部分を消すために使われる。ピアツ・アンソニーの、では、ニオベは、 娘と孫娘に同行し、魔法のエフレとハープを探す旅に出る。探索の旅の間に三人は幻覚のレテを横切らねばならなくなる。後に地獄で、ニオベは再び川を横切らねばならなくなるが、それが本当のレテであるかもしれないと疑問に思う。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、ジュリアス・シーザーでは、アントニーがシーザーの地に濡れた殺人者の赤い手を見て、 次のように言う。加えて、シェイクスピアのジューニアでは、セバスチャン役が出ての話題に触れる。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、ハムレットでは、ハムレットの父の幽霊が応じに次のように言う。アントニーとクレオパトラでは、セクストス・ポンペイウスが、アントニーの想定していた軍の無気力について語り、次のように希望する。ゲーテのファウストでは、 風の精霊アーリエルをはじめとするエルフ、精霊たちに囲まれ、ひとときの安息と過去の忘却、を得たファウストが、最愛の女性グレートヒエンが自分との過ちのため、処刑された悲しみを、ファウスト博士が豊かな自然の中で癒す。第二部第一幕の場面で、アーリエルのこととして、以下の記述がある。ジョン・ウェブスターの儀曲、白い悪魔では、 ビットリアの夫と自身の妻の殺害を企てていたブラキアーの公爵が絶命間際にビットリアに言う。サミュエル・ベケットのラジオ劇エンバースにおいて主要人物のヘンリーは亡き妻との会話をこう記している。セーラルールのブリディス・ユーリデシーでは霊ー,ーカーは演劇の中心テーマとなる。すべての資料はレテの水を飲んで石に代わり声泣き声で話し、 この世のすべてを忘れるのである。ジャック・オフェンバックのオペレッタ、地獄のオルフェでは、ジョン・スチュックスがあることを忘れたいがために冷帝の水を飲む。彼の健忘性は、月期の終わりまで続く。ロイ・アンダーソンの伊藤式隣人では、ゲーテのロマン主からの引用がエピグラフとして用いられた。この後、路面電車の行き先に、の文字が見える。ジーン・ロッテンベリーのアンドロメダには、 レテノキシベという回がある。ジョス・ウィードンのバフィー、恋する十字架のという回で、ウィローがレテノという花を使った呪文を用いて、友人の記憶を一時的に消そうとしていた。ウルトラマンネクサスにて、レーテと呼ばれる装置が登場。人々の記憶を消去して、秘密を保持する目的で使われていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。